体重100キロバツイチ子持ち MC 森屋です。本日の駅前リポートは滋賀県栗東市にあります JR 琵琶湖線栗東駅にやってきております。 JR ですからやっぱ駅がね大きいですね、本当ね。そして駅前も立派でございます。ここがロータリー、はい、ぐるっとね回ってね、バスもここを回ってまいります。そしてもうすぐこの高層ビルマンションですよ、バババーンとありまして、そしてこちらアルプラザ平和堂、中に西松屋とダイソー入ってるらしいですね。あっちなんかボーリング場があるみたいですよ。そしてまたこちらにも高層マンション、はい、すごいですね。でこちらもロータリーっぽくなっておりますけども、こちらにはですね有料の駐車場ありまして、止めて30分は無料だそうです。そしてそれ以降は30分ごとに100円で書いてたかな、はい、まあ比較的リーズナブルですけども、上限がないのでここに止めたままお出かけするのはかなりの金額になるかもしれません。ですが人の送り迎えとかねするときに車止めるとこないという方は安心してここに車を止めてお迎えに来たりとか送りに来たりとかできる場所でございます。そして駅前もねやっぱね JR ですからすごい広々とこう駅前の空間があるんですけども、ここにはねこうやってプランターがずっと並んでるんですけども、さっき映りましたがここかなり立派な、もともとは多分滝があったんでしょう。上からねジャ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 とジャ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 と流れるやつがあったんでしょうけども、もう水は流れておりません。多分このなんかちっちゃい砂利も水がないから入れたのかな、枯山水みたいな感じ。本当はねこう水が流れたらすごい素敵なんでしょうけども、比較的もうお気づきだと思いますが JR の駅もう通勤通学の時間は終わったとはいえ人の数が少ない、とても少ない。先ほどまではたくさんいらっしゃいました。だから通勤通学この近くに住んでいる方はバッと使うんでしょうけども、それ以降になるとまたねこのね今後ろにありますアルプラザとかがまだ空いてる時間ではないので、この辺でしょうねやっぱね。だから今ちょうどね時間が9時34分ということでこう狭間なんですよ。お店もまだ開いてないしみたいな感じですかね、ということなんですけども、駅前にはねこうねベンチがあったりとかしてちょっと休憩できる場所なんかもちゃんとありますし、そして緑が多い、素敵ね。なんかこういうほら向こうもマンションだもの、だからこういうね人がたくさんこう住んでる場所なんで、こういうなんか配慮がいっぱい行き届いてるんですかね。でそして馬のモニュメントがありますけども、この銅像ね、やっぱり栗東といえばトレーセンを思い浮かべますよね。でも控えめなんです、この馬大間さんしかね見かけないの。でもなぜなら栗東といえばトレーセンですけども、近いのは手原駅っていうですね駅の方が近いんですよ。だからこの栗東駅はトレーセンへの最寄り駅と見せかけて実はそうではないということで、ちょっとお馬さんは控えめな場所になっておりますね、でも本当すごい便利だしね、駅前でマンション住んでる人、栗東駅はすぐ、そしてアルプラザもすぐで、ボーリング遊びに行ったりするのもすぐ、すごいいいとこかも。でも高いんでしょうねやっぱりね。ほらもうこんな駅近のマンション住むとなったらとんでもない金額なんじゃない。そしてなんかねこうチラチラこういうのあるんですよ、栗東八景、あんま聞いたことなかったんだけど、チラチラと栗東の名所みたいなのが書かれております。駅大きいね、やっぱこう JR 琵琶湖線はねやっぱり立派ですよ、乗降客多いからそしてこれも謎のモニュメントありますけども、ここにねこれが何かっていうの書いてるんですよ。滴水の輪、水滴のフォルムを人の形として構築する発想であるが、最も単純化された塊を積み重ね人の輪が築く
緑したたる立冬の町の進展を願ったモニュメントであるだそうです。はあ、水滴ね。まあ、本当こんなこと言っちゃダメなんでしょうけども、本当もうあの嫌な人は忘れてください。今朝もこんなのしました。はい、まあ、ダメだなこういうこと言っちゃ。はい、でこうね電話ボックスが2つありましてね、1個は大きいですね。車椅子でも入れる、中に椅子もありますね。缶コーヒーが忘れられてますけども、でこう交番もあると。でね、駅ねこっち側にもね、あの登っていく階段があるんです。そして公衆トイレもあります。もう何でも揃っている。掃除してたおじさんが僕と同じカラーリングっていうのもちょっと気になりましたけども、でもああいう方のおかげでこの駅前がきれいに保たれているということですよ。でここがねエレベーターがありまして、この作りがねなんかすごいおしゃれというかお金かかった感じしますよね。で自転車置き場がねかなりたっぷり取られてます。で駐輪場の管理のプレハブが立ってますから、勝手に止めていいもんじゃないんですよね。ここはね有料でしょう。はい、あ値段書いてますね。で自動販売機が並んでまして、レンタサイクルもやってるので、まあ、ここからどっかへ出かけるのもよしと。あなんか周辺の案内図があるのでこれを見てみましょう。立東市観光案内図、あいいですね。山とかそういうことかな。あ立東トレーニングセンターありますねやっぱりね。で金正寺とかなんかこういうのいろいろあります。まあ、大体お寺だな。あここ滋賀日産リーフの森、ここね道の駅もねあるんですよ。金瀬の森立東、あ金瀬の里立東、結構ね面白いところですよ。でこれが気になる、フォレストアドベンチャー立東、なんかすごく楽しそうじゃない。まあ僕にはちょっと難しいですけども。そして周辺案内、今立東駅ここですから反対側には小学校があるんですね。あ立東芸術文化会館さきら、もう信号を越えたらすぐなんですね。ここでねいろんなイベントやってます。なんかこう住みやすさもありますし、そしてこういう文化にも触れられるし、なんかいいとこなんじゃないやっぱり。なんか滋賀県の中でも結構上位かもしれないなこれは。そしてあここに馬いましたね。あのこの辺のキャラクタークリちゃんですかが馬乗ってますね。1番と2番に乗ってます。でこれが駅の反対側に行く通路ですね。自転車も引きずってというか引っ張って行けるんですね。引きずったらダメか。はい、でこのなんか、ね、飲み屋さんとかねご飯屋さんがいくつかあるんですけども、ここ今閉まっておりますけども、ラーメン太陽軒ラーメンと書いておりますけども、いろんなもの食べられます。ここあの僕の同級生のお店です。ぜひもう駅に一番近いお店です。一番近いお店太陽軒、ぜひ皆さん、あのすごくアットホームなお店ですので、守屋の YouTube の動画で紹介されてたから来たって言って行ってみてください。あのすごく気さくな大将がお店やってますんで。はい、さあということで大体案内したんですけど、いつもだったら駅の反対側行きますが、駅がね大きいのでちょっと今日はこんなもんにしておきますかね。反対側を渡るとなかなかあのちょっとね静かな、より静かな場所に移動してしまいますので、今日はこの辺で立東駅を背に。ほさあということで本日はですね滋賀県立東市にあります JR 琵琶湖線立東駅にやってきておりました。非常に大きな駅ですし、そして朝
通勤時、通学時はですね、非常に人も多いんですけども、そのピークを超えますと、こんなに大きな駅なのに、もう駅前は静かになります。かなり住みやすいと思いますね。駅も近い、もうこのマンションいっぱいあるんですけども、多分空いてる部屋とかないんじゃないかな。でもこの周辺ですと子育てなんかもいいかもしれませんね。京都大阪に出かけることが多い方なんかにおすすめの街な気がします。ということで今日はそんな立東駅からお送りしました。体重100キロ×1子持ち MC 守屋でした。